はい、今日もあなたと役所天国、本日は2022年9月の18日はい18まで来ましたねはい、台風が近づいてきてるのでこんな感じでね、風も強くて雨がね、ドバドバと降ってる感じで、山にもね、雲がかかっていてまあ、今日から明日、今九州でちょうどね、これを撮影している18日のお昼午前中ですけど 九州に上陸しているそうです、ね。まだこっちはそんなに本格的にね、風が吹いてるわけじゃないですけど徐々になんかじわじわとね、来ている感じはしますよね。さあ、そんなことでね、こんな時にえ何ができるかというとまあ種まきぐらいですよね。まあ台風が来ますとね。それでまあ、我々はじゃあ農業者はどうすんのってはい、どうもできませんよ。ね、だから、まああこっちあれですけど、 あ粛ととややるる。べきことをやるそれでそれ以上でもそれ以下でもないわけですよねできることは限られるわけですよねなのでまあじたばたしてもしょうがないわけです、うん、まあやられる時はやられるやられない時はやられないさあたそれだけのことですよ、ね、だから運があるかないかね100勝1回の百姓ができることなんてものは何もないわけでひたすら 粛々と日常を行っていくだけに過ぎないですよねもうバタバタしてもしょうがないですということでまあできる作業はね種まきぐらいですよなので種まきぐらいっつってもまだまだね9月の農飯期ですから種まき頑張ってねこうやってやればいいだけのことなので別に日常業務ですよね とということでね、あのー、皆さんのところもね、少しでも被害が出ないようにね、心からお祈り申し上げますがお互いにね、被害が出ないことを祈りましょう、ね、できることは何もありません粛々、はい、とやっていくだけのことでございますまあ正直言ってね何がどうとかってもう知ったこっちゃないですよねって <laughs> さあ今日はね、何の種まきするかと言いますとおまあもうブロッコリーね チャャレンジャー、これも今日で最後ですね、かなり後ろに引っ張りましたそしてターサイの種まきですねこれがいよいよ始まりますね我がの絵はね昔の動画2015年16年あたりからの見てもらえると分かると思うんですけど冬のね葉物のね、えー、メインの一つですターサイねはい、あのー、こうやってビャーって横に開いてねセット野菜ですので葉物をね、あのー、小松菜とかいろいろね水菜とか作るわけですけどもこうターサイってこうやって横に広がるですよね なので段、えー、ボールのねセット野菜の上にポンとこう置いてあるわけですねはいいつもそれがパッと開けるとお客様がねタアサイが一番上にこう目に飛び込んでくるようなそんな感じでね出荷しております今日はねタアサイいよいよねこれでだから関東の時代に比べてね3週間ぐらいずらしてますねこっちのが一応あったかいということで9月入ったらすぐにまいたりしたんですけどもねで植え付けてパオパオ ね、をあのペラッとかけてで早ければ12月ぐらいから12月、1月、2月と出荷するんですねこちらはね、ちょっとあのどういうふうにパオパオかけるかかけないか難しい判断ですよねパオパオかけると多分暑すぎるかもしれないですね10月、これ植え付けが10月の後半に入ってきてね、それぐらいでどれぐらい気温が下がるかによるかなーっていう感じがしますあの越冬する分にはパオパオかけると思うんですけどもね、はい、そんな感じです。 とといううことで、ね、もう最後の種ままききに入ってきております。あと白菜も1回巻いたら終わりですかねだんだん9月の終わりという、ね、このリミットが近づいてきて、ね、あのようやくなんか秋冬の作付けも、ね、だいぶ佳境というか終わりを迎えつつあるんですけどまだまだ、ね、これから、ね、まだ葉物がどっちゃりと残ってますのでこれからほうれん草とかね 水菜、ブナみたいな野菜もどんどんまいていかなきゃいけないのでまだまだ忙しいわけですけどもねはい。玉ねぎの種まきもね、始まりましたねということで、えー、あれ蚊が多いな蚊取り線香炊いてるのにね佳境を迎えておりますね。 さあ、今日はね何の話をしようかと思いますとねちょっと農業とは直接関係ない話になるかもしれませんけどもねあの昔の話をね結構自分探しのようなねネタも話しましたけどああいうのはみあの興味あるんですかね皆さんねよくわからないですけどまあまああの種まきしながらねぼっとあの 話してもね、しょうがないっちゃしょうがないのでそういうね、農業の話をしてもいいんですけどそんなにネタはないというかね、うん、あのいつも思うんですけどあの農業のネタね、こうやって2000何百本私動画上げてますけどまあおそらくね一般の方も含めてね関心があることっていうのはもう限られてくるんですよねでやっぱりその最たるものがね土作りとかねあの そうなんだろうとは思うんですけどいちごミルク僕らのような、ね、オーガニック専業農家って、ね、土作りってどういう位置に捉えてるかっていうとあのプロで、ね、何年もやっていればいればいるほど土作りの割合とか一日のあるいは年間の仕事の中で土作りってすごく少ないんですよ。 で、おろそかにするわけじゃないけどあの一般の方が思っているほど僕らはオーガニック専業農家っていうのは明日から晩までつ土づ作りをしているわけではないわけですよね。で正直言ってわかりやすく数字で言うとね、まあ人によってね、違うとは思いますよ。思いますけど例えば我が農園の場合は。あの 年間の仕事量の中、ね生産して販売して、ねまあ、こうやって YouTube 活動もそうですけど、そういったいろんな活動、農業をやっていく上において必要なことの中で、土作りってどれぐらい何、何パーセントの割合ですかって言ったら、2割ないですね。で、18%ぐらいです。で、しかも、これがね、例えば私なんか、こう今年1年目なのでね、 あの野菜の出来が不出来なのは土作りができてない土ができてないからだっていうのはあるのでここから23年ぐらいはねちょっとこの割合増えます2割から25%から30%ぐらいですねそれでも3割いかないんですよ例えば千葉時代の後半のもう土が出来上がってきた8ヘクタールぐらいやっててそのうちのねあ3ヘクタールぐらいは完全に無肥料栽培をやってた時代の、えー、土作りの割合って1割ぐらいです1割もないかもしれないですねはい。 8%とかぐらいです、ね、感覚的なことで言うとですよなのでオーガニック農家っていうと朝から晩まで土作ってるように思われるかもしれないですけど土作りってそんなもんなんですよはいそんなに大したことではないです全然なのでそんなにね難しいことはしてるわけじゃないんですよなのであの家庭菜園の人とかね皆さんなんか家庭菜園の人の方がものすごく難しく考えてる人の方が多くて 正直言ってね、あの家庭菜園の人で、窒素、リン酸カリ、マンガンがどうとか、石灰窒素がどうとかね、まあ、そこまで考える必要は全くないと思いますね、これはあくまでも僕個人の意見ですけど、だって僕は20年間あの、ね、生産して、オーガニックで生産して販売してってやって、石灰窒素なんかいつも使ったことないわけですよね。うんで 使ったらダメだとは言いませんけどそういうことをしなくてもできる野菜作りはありますよっていうことを、ね、お伝えしたいわけです。で今はもう肥料とかも高くなってるでしょ、はい、だから僕は特に家庭菜園、ね、家庭菜園という限定的に、えー、ことで言わせてもらえればぬかともみがら、はいこの2つだけでほぼ大体はいけると思います。はいで あもちろんね、その家庭菜園のそれぞれ皆さん、土、畑の状況分かりませんから、何とも言いませんけど、ある程度ね、もう畑になってるんであれば、もみ殻と土あのぬか、それだけで、例えば無農薬栽培ですよ、ね、風邪肥料とか農薬を使うんだったら、僕はそれは分かりません、はい、それはやったことないので、あれですけど、あのもみ殻とぬかだけで、ほぼいいです。はい、それ以,外以上のことを ほぼ考えることは、まあ、たまにね、ちょっと窒素分が足りなくなってきたなあっていうんであれば、なんか油かすとかを適当にパラパラでいいですよね、はい。で、僕の見るところね、いつも言うことですけど、家庭菜園の人はまず肥料のやりすぎ、水のやりすぎ、はい。それによる弊害で病気とか虫がたかっちゃってるっていうのが非常に多いです。 こんな狭いね、5メーターぐらいのところでですよ、ホームセンターで売ってるような、なんかよくわからない、け粉だとか、なんとかっていうのを、どかどかどこで袋で入れちゃったりしたら、もう完全にアウトです。<laughs> もうそれは結構、一回入れちゃうと、それの窒素分を抜くだけでも、何年もかかるんですよ、ね、僕らみたいに、何ヘクタールというね、ところで、まあ、何トン入れても、まあ、トラクターで耕していけば、まあ、こうやってね、分散して、あのまあ、やりようによってはね、なんとかなる部分はあるんですけど、 あの畑がね五メートルかける何メートルなんていうレベルで何十キロももうあの未熟ななんか堆肥だとか牛糞堆肥だとかを入れてしまうとかなりコントロール難しいですねなので土作りってそんなに一生懸命やるようなものでもないんですよっていうことを二十年やってきたオーガニック専業農家が言っているわけですから多分皆さん方の頭の中の ずーっと土づくりのことばっか考えてるっていうのは多分ちょっと違うんですよ。はい、もっとシンプルに考えてあのいつもあのお世話になってるね恋にさしてもらってる家庭菜園のさや畑さんのようにねあの僕と出会って、はい、入れたのはぬかともみ殻たったそれだけですよ。それでね今年見てくださいバンバン野菜できてるわけじゃないですか無農薬で。なのであのもうそれでいいわけですそれ以上のことをする必要はありません。 であとは、うね間を草を押さえて暴走シートとマルチを張ってそこに作付けましょうっていう、言ってることはただそれだけなんですわ。はい、逆に言うと、家庭菜園のレベルでそれ以上のことを勉強する必要は全くありませんので、いつも言うことですけどもね、だから石灰窒素がいい、どうとか、ね、マンガンがどうとか、ね、仮肥料がどうとか、もうそういう世界に行ってしまうと、多分、難しいですよあの。それでできないわけじゃないですけど、 あのもちろんちゃんとできるんでしょうけれどもね、でそこまでしてやるようなものではないですっていうことは言いたいわけでございまして、えー、ターサイはね、あの数が欲しいので、よいしょ、こういう小さいね、えー、220本、ちょっとね、でもホームセンターで売ってると思います、これね、220っていうね、10、何号なんだこれ、15号とかになるのかな、ペーパーポット、でちょっと多いでしょ、マス目がね。<laughs> これである程度4番ぐらいになったら畑に植えつけていきます。ね、タアサイ、おすすめですよ、冬ね。今日はその土づくりの話じゃなくて、なんかした,いことが話したいことがあったんですけど、<laughs> この間ね、10代、20代、あその若い時のね日直、特に20代の自分探しのような話したでしょう。で、やっぱり自分のね、そういう10代、20代の青春時代を振り返ると、自分に影響を与えたものは何だろうっていうふうに思うわけですよね。その時にやっぱり、 まあ正直申し上げて両親だったり学校というものの雰囲気っていうのは自分にはほとんど関係ないというか多分多くの人がそうなんじゃないかなと思うんですけどほとんど関係ないですよねでそれよりもやっぱり例えば僕が聞いてたそのアーティストだったりね日本のそういうあのロックミュージシャンのような人たちの,その歌詞の一文だったりえあとはそういうなんていうんですかね欧米文化のようなねあのそういうあとは小説だとか そういういいところからの影響はやっぱり強いですよね例えば僕ら世代だったら例えば村上春樹さんとかねあとミュージシャンだったらやっぱり佐野元春さんとかねいっぱいそうやって僕自身も影響を受けたそういうこうある意味なんていうかねそういう文化が強いわけです。で例えばハ,ハリウッド映画とまではいかないですけど欧米の文化っていうのはね我々やっぱりその戦後のこの国に流れ込んできて。 多分影響を受けてないことはないと思うんですけどパンもパン,パン食だし、ね、パンも食うしパスタも食うしもう今や別にイタリアンフレンチっていやあるわけでしょ普通にね我々の暮らしの中に溶け込んでいるただねその僕自身ほあで20代の頃はそうやってチベットまで行ってねダイアラマゲ芸カにお会いしたりインドを旅したりそして例えばネイティブアメリカの人たちと一緒に暮らしたりしたじゃないですか そ,うやってまあそれはまあ欧米文化とは言えないですけどあのそういうものに当然影響を受けているわけですけどもねただ僕がね今日何を話したいかっていうと結局僕の,その10代20代すごく興味を持ってそうやってあの好んで聞いたロック,ロン,ロックンロールやあのチベット文化やチベット密教だとかあるいはネイティブアメリカのそういう伝統的な文化といったものにね 一時時期期そうやってて僕はずあの随分傾倒していた時期があるわけですね農業をやる以前の前の話ですけどもねだけれどもですよあの僕が強烈にねあのインドから帰ってくる飛行機の中に感じたのはあのそういうネイティブアメリカンの人たちとね一緒に4日間のマズクワズで彼らの儀式に参加して、ね、踊って要するに彼らのように,あのに自分の胸の肉を引きちぎったりとか、ね、そういうようなことを。 僕はしませんでしたけれども前目の前で見て自分はね日本人であるということを一番感じたことなんですね。で日本人であるっていうことはどういうことかっていうと日本とは何かっていうところに当然興味がいくわけですけどにに日本人とは何かとか日本とは何かっていうことがね僕の中でインドから帰ってくる時にとっても大きなテーマだったっていうかねそれことをすごく強烈にね感じたんですけど。だからね インドから帰ってきて、あれがちょうど30ぐらいの時ですけど、ああ、俺はやっぱり日本人だな,な、だから日本で何かをやらなきゃいけないんだなと思って日本に帰ってきたんですけど、じゃあ、それって何なのって言ったら、それはとても果てしないテーマでね、あの難しいわけですよね。なななんんととくのところで、僕はそんなに深い、 ね、何らかの哲学,が哲学なり心情があったわけじゃないですけどなんとなくそういう日本とは何だろうっていうようなことを考えると同時にじゃあ自分はどうやってこれからに生きていこうと思った時にやっぱりある程度自然の中で生きていきたいなっていうようなところから農業っていう職業を選択することになったわけですよね。でやっぱりそこでねあの日本ととは何かとか 自分が日本人であるっていうことを意識すればするほど僕はやっぱりその農耕というもの農業の持つそのルーツのようなところにやっぱりこう入っていくわけですよねで結局のところね10代20代例えば僕もラップとか好きですよエミネムのラップ好きですよねだけどじゃあラップがですよ自分の心の魂に入っているからさ入ってないですわねでロックンロールも大好きですよねだけれどもじゃあ自分はね あのリズマ・ヌ・ブルース、ね、そういった黒人文化が自分の心の中に深く根付いているかとい僕は根付いていないですねだからそういう意味では欧米の文化というものは、ね、例えば戦後どっと流れ込んできましたけど我々日本人の中に、ね、どれだけ根付いているのって言った時にほとんど根付いていないような気がするんですよねとなるとじゃあ私たちの根底に流れてる、ね、この日本人的な感覚日本的な感覚ってあるじゃないですか結婚式は えー、キリスト教葬式は仏教みたいなそれを私たちは当然のことに当たり前のように受け入れているこの感覚ねえあ,あの外国に行けばわかりますやたらときれい好きでで私たちにとって当たり前人と話すときに会釈をしながら話すとか礼節を持って話すというこの意識でもそれはある意味外国に行くと違ったりするわけじゃないですかでいい悪いの話ではなくてじゃあこの日本的なこのね 振る舞いや言動、感覚、いろんなものがどこから発せられてるんだろうっていうふうなことを僕はすごくねあの農業の世界に入って農業でこうやって日々奮闘しながらそのことを日々考えることが多くなったわけですよね。で特にね農業の現場である日本の田舎っていうのはねあの、ある意味その都市からは完全に取り残されたね、えー、後退していってるあの ね、過疎になっていってるものではあるわけですけれどもなんだろうそこにもまだね良き古き良き何か知恵のようなものっていうのはほんと若干まだ残っていて日々日々失われていってはいるんですけどやっぱり自分がね日本人であるっていうそのところとやっぱ田舎っていうのはやっぱ切り離せないんですよねだから東京にね日本の文化がないとは言いませんけどあるんだと思うんですけどそれは都市文化であって日本固有のね 千年単位でつなが続いてきた何かというものを東京に具現化してていいいるものっていうのっうううははそないと思うんですよねじゃあ日本の田舎にねそういう日本の文化の何があるのかってそれはやっぱり田園風景だったり今はそうやってほとんど価値のなくなってしまったものかもしれませんけどこういう大根だとか白菜だを作る過程においてねあのその使う道具も含めて何かがそこに眠っているんだというふうに僕は思うようになったんですね。 で、そういう意味ではこの農業というものがねその単に食糧生産っていうあるいはこうやってねビジネスという側面も含めてですけど単にそれだけではなくってやっぱりその日本人の奥底に眠ってるね、あの私たちはね、ヤオロズの神を受け入れて普通にね、年末年始になったら神社にお参り来るじゃないですか皆さんの氏子あの地元の小さい神社だったりねだからそういうこう私たちが普通にこう それは誰に教えてもらったわけじゃないじゃゃなないいですかだって中学や高校で神社のお参りの授業とかありましたか伊勢神宮のなんたらってないでしょでもなんとなく私たちの中にそういうものがあるわけですよね。でやっぱりそれがねすごくあの僕はとてもこう日本人にとっては根深くて大事なことのように僕は思っているんですね。それを感じすごく強烈に特に農業をこうやってね日本の田舎でやるようになってから。 強烈に感じるようになったんですね。はい。でまああのー、だいぶ傾いてる。なので具体的にね、私は別に学者でもなね、あの日本のそういう伝統的なあれでもないので、僕にはその学術的な難しい話はわからないんですけど、多分ですけど、何かこの 日本の農業的な田舎にあるまだ本当にほんの少し残ってるようなそのなんていうか農耕の息吹の中にすごく大事なものが僕は隠されているような思いがずっとありましてねそれで何て言うのなんとなくこうやって農業をねやりながらそういったことをずっとこう日本の田舎を転々としながらねそういうものを見てきてもちろん あのいつも言うことですけどこの国の日本の田舎はとても閉鎖的だし農業をや、ね、こうやってよそからやるとかって言ってもそれは、ね、もう農業自体がこの現代社会の日本ではね社用産業だしっていうそういうね辛い面はいっぱいあるんですけどやっぱり千年の長きにわたったこのそういう伝統的なものっていうところを見たときには非常に宝物が眠っているように僕には映る,るようになったんですね。それをすごく 感じるようになりました。だからすごくあこれは守っていかなきゃいけない大事にしなきゃいけないっていう意識がやっぱり農業をねやればやるほどなんとなく具体的にじゃあ何をどうっていうそれは分かりませんけどでやっぱりあの農業をやっぱりね守っていかなくてはいけないっていうね意識が強いわけですじゃあな農業の何を守るのかって言ったらもちろんねビジネスとして成立させるそれは当たり前のことですけどもプラスねこういう。 里山のようなねこういうある意味小規模で例えば棚田なんかはその代表的なものですけどね日本の農業の今の棚田なんていうものは我々がこうやってやってる農業ビジネスの世界においては最も無駄なものの一つですよねトラクターは入らない米 <laughs> 米をね一旦もないようなこんなトラクターで走るのにねめちゃくちゃこう面倒くさいそんな曲線だらけのそんなやり,やりにくいところでそんなのどうすんのって我々はね プロの農家なんで思うわけですけどでも多分そこに何かがあるんですよね、うん、でそれはビジネスとはまた別にねあの残していく必要があるものだと僕は思ってるんですけどだからなかなかねあの食べていくためにはそういうものがねもう切り捨てられていく状況なのっていうのはそれはもうしょうがないとは思いつつじゃあそれをどうやって守っていくのかっていうこと。 ででで誰がが守守守るるるのかかかっって言ったらね消費者が守れるんですか守れんすすわけなないいじゃないですか、ね、何のことか分かってない、農業に、に今の我々が農産物作っていることの意味すら、ね私、こうやって毎日毎日農業作業してますけど、一般の消費者の人がこれ見て分かるわけないじゃないですか、やってることの意味とか、あるいは無農薬で野菜を作るとか含めて、何も農業のことなんか分かろうはずがない、別にしょうがないですよ、もう今の日本の現代社会においては、この国は農業を切り捨てるというふうにして、 この範囲を築いたわけでしょだからそれを僕は責め立てる必要もないし、それは残念だと思ってないですよ、しょうがないですよ、そあの田舎が犠牲になって、日本の農業を犠牲にすることによって、我々はこれだけの経済対策を作ったんでしょ、だからその選択は僕は間違ってると思わないですよね、しょうがないですよね、経済対策をしあの手に入れつつ、日本の田舎を発展させるなんてことは、多分不可能なんだと思うんですよね、だからしょうがないんだろうなと思うんですけど、で、今、こういう状況になってきてですよ、ね あの戦後こういう欧米文化が入ってきてね日本はボコボコに戦争に負けたわけですけどでこうやって経済発展してなんとか復活したでさあこれからっていうこの今の状況において今のこの田舎の位置づけ農業のこの位置づけとかそういう,こう伝統的なものを今ほとんどもうこうやって日々我々は既存してるわけですね失っていってるわけですけどこれ,これでいいですかっていうことが私は問いたいわけですね。でどうやらなんか あの経済だとかビジネスのその先端の話なんていうのは、私は一貫の百姓なら何もわかりませんけど、<laughs> 何にもわかりはしませんけど、これからあれなんですか、あのトヨタ自動車はグーグルさんとかの傘下に入るんですか、ね、そうそんなことも私は何にもわかりませんし、それがいいのか悪いのかもわかりませんけれどもあの、どうやらなんか先行きが暗そうじゃないですか、日本経済的なもの、今までひたすら経済、経済でやってきてですよ。とした時にですよで ひるがえって、私たち自分の,あの日本っていう日本列島をこうやって見たときにですよほとんどが皆さんグーグルストリートビューで見てくださいねほとんどが山ですよ山間地なんですよこの国はねそして山川そして海に囲まれているっていうこの日本列島を見たときにあのちょっと違うふうにこれからは考えていかないきゃいけないんじゃないのっていうことを、まあ、言いたいわけです私ははい。 なので、このままのその今まで、ね、経済一辺倒でやってきたこの流れでもって、持ちますっていう話なんですよね。で、僕は持たないだろうというふうに思っていて、持たないだろうというか、あの多分そっちの方向じゃなくて、少し修正しながらね、脳的なこと、農業的なこと。 えー、田舎だとか土地だとか畑だとか山、川そういった自然っていうものを少し取り入れるようなもともと日本はそういう国だったわけですけどね、翻ってみればとても自然が豊かじゃないですか、これを軸とした暮らしをしていくっていうことにもう少し視線を向けてもいいんじゃないのってで、そこからおそらく日本固有の文化というものが立ち上っていくんじゃないのというふうに僕は思っているんですね。なので 全員が全員農家になる必要もないしあのもったいないわけですよねせっかくこれだけ頑張ってねあの私たちの先輩方がこれだけの,あの素晴らしい国にしてあげたのはのあの経済ビジネスでやってきたわけでしょだったらそれをある程度ね、えー、あまりにもこう没落してくるのをあの都市の人が頑張ってもらってねあの頭のいい人たちにこの日本経済を支えていただきつつ我々のようなねこういうまあ 百姓がな,なんとかねこういうかつてのその、えー、日本のね伝統文化的なそういう農耕というものを維持しつつそして百姓としてやっぱり食べていかなきゃいけないのでそういう道はないかというようなことを模索したいというふうに僕は思っているわけです。はい、なのであの農業ビジネスとしてねきっちりプラスにしつつその伝統文化的なものをね何なのかって何を残すべきなのかって日本の田舎のその 連々と培ってきたものとのそのいったものも何かこう意識しながらあの日本の田舎を守っていくみたいなやり方はないだろうかっていうふうにだから日本の田舎を誰が守っていくのって思ったときに我々農業者が最後の砦りなんですよねでいわゆる強者である農業生産法人がその任をやれって言っても多分難しいんですよはい彼らにおいてはやっぱり、えー、農業ビジネスをやらなくてはいけないのでねはい なのでそういう意味では個人の我々のような農家が日本ののの田舎のそういういいものを守っていかざるを得ないいいっっててううふうに僕は思っているんですねなのであの何が言いたいのかというと日本の消費者の方たちにはね我々のようなこういう細々でやってる個人の農家の何とかつながっていって一緒になんかそういう日本の田舎をね盛り上げていくというか盛り上げるというよりもね こうひたすら没落してねた,ただ単に過疎になっていくだけの運命をなんとか止めていくことができませんか一緒にできませんかということをまあ僕は言い続けてるわけですけどまあそういうねあの今若い人がそうやって田舎に行ったりしてますけどあの今とつねこう,うまくいってるなあっていうふうに見ることはなくて例えば国がやってるなんか何、えー、かありますよね田舎協力隊みたいなやつね。 まあ正直申し上げてそれでうまくいくことなんていうのは100に1つもないとは思うんですけど <laughs> ただやらないよりかはいいと思いますけどあのそういうふうにしてねあの若い人が田舎にやってくるのはいいことだとは思いますがやっぱりどういうふうにねそういうものを活性化させていくのかっていうのは本当にこうきちんとタッグを組んでね考えていかなきゃいけないんだろうというふうに思うわけですよね。それはやっぱり簡単じゃないので という話ですね。なんとなく僕が言いたかったことはうまくまとまってないと思いますけどもそういうふうにしてねあの頑張って残そうと思っている農業者は多分僕以外にもいらっしゃると思うんですよね。まあ別にそんなに深く考えなくたってあのこうやって日本の田舎でやってきてねそれでこうやって頑張って夫婦とかね